皆様、こんばんは。みんな、大好きウォンリャス速報のお時間です。9月18日、月曜日のウォンリャスの女神、ニャス姫にお付き合いくださいね。ウォンリャス速報の後は、気になる韓国経済ニュースをピックアップするので、最後まで視聴するのよ。これは、お姉さんとの約束よ。では、最初はウォンリャス速報からね。記事のタイトルを読むわよ。韓国証券市場、ウォンリャス速報、開幕は 1328.43。FOMC 前に大規模介入か。では、記事のツッコミを読むわよ。韓国証券市場、先週に続き、今週も大きな金融イベントが控えている。まずは9月の FOMC だ。今のところ、利息据え置きという。市場予想が多いようだが、今年、もう金利を上げないとは言ってないんだよな。それが9月か11月かはまだわからないが。そういう意味では投資家は FOMC 前で様子見だろう。きっと日経平均もそんな感じだろう。しかし9月18日は敬老感謝の日でお休みである。本編動画で最後の AI イラストが実はマーメイドだったということに気づいた人は鋭い。昔から人魚の肉を食べると不老不死になると言われている。だから人魚だったと。でもな、 EDF6 の人魚はあれは絶対嘘だ。絶対認めないぞ。声を出して主張したい。人魚ってもっと可愛いものだからな。異論は認めない。周囲のハンバーガーがチーズバーガーであるぐらい変わらない論理だ。おっと話がずれた。それで、日経平均もないので雑談でごまかしたが、韓国ウォンを見ていこうか。スタートは 1329.24。では、チャートをどうぞ。今回も録画したチャートを貼るわよ。開幕は1329。注意がハンバーガーを食べるまで残りわずか。しかし、FOMC 前で、できるだけウォンを上げておきたい。韓銀がそれを阻止する韓銀法だ。ドーン。1330に到達する前に1326ウォンまで押し上げた。痛い先生だをまともに食らったヘッジファンド。FOMC 前で様子見もあり、そのままウォンは、時間経過するごとに上がっていく。12時頃には1326ウォン。しばらくは、その付近で揉み合っていたが、14時頃にとどめの換金法だ。ドーン。これで、ウォンは、1320奪還を目指すも失敗。結果は 1324.4。1.5 ウォン高。頑張って介入しても、1320も切れないのか。ツッコミは以上。今日の結果を読むわよ。2023年9月18日の韓国証券市場。コスダック指数 7.74 ポイント、下降 891.29、終わりね。総合株価指数 26.56 ポイント、下降 2574.72、終わりね。ウォン乗り相場 1.5 ウォン高 1324.4、終わりね。投資主体別売買動向。個人が3935億で、買い。外国人が3672億で、売り。期間が250億で、売り。個人が買い。外国人と期間が売り。韓国債と社債の利回り。国債1年 3.664 プラス 0.019。国債3年 3.891 プラス 0.041。国債5年 3.934 プラス 0.053。国債10年 3.982 プラス 0.054。社債 AA、3年保証なし 4.648 プラス 0.040。社債 BBB、3年間保証なし 11.074 プラス 0.045。CD91 日 3.790 プラス 0.010。CP91 日 4.020 プラス 0.010。
1種類の国民住宅5年 4.197 プラス 0.067。 韓国さん、やばくないですか？これ、昨年のレゴランド不渡り事件後よりも金利高いんじゃないか。遡れるのが半年程度なのだが、2023年2月13日の社債 BBB、 3年間保証なしは 10.613% だ。それがどんどん上がっていき、ついに前人未到の 11% 超えである。しかも CD と CP もどんどん上がってる。韓国さん、金融危機ですよ。どう見てもドル円、朝の7時は 147.743、 そこから9時には 147.850 まで下げるも、そこから上昇と言っても17時24分には 147.713。 これは148円来たるのか。知らんぞ。日銀法が飛んできても。気になるニュース。韓国の家計債務が急増していることは伝えたが、それが世界一の増加幅だったようだ。さすが無能な郵政権だよな。これで約7兆円の税収不足なんだから面白いよな。2023年9月14日、韓国メディア、韓国経済は、韓国の民間債務の増加幅が、世界で最も大きいことが分かり、国際通貨基金 IMF から緊急の対応が、必要だとの指摘を受けたと伝えた。IMF による最新の世界債務データベースによると、昨年末、基準で韓国の対 GDP 国内総生産民間債務比率は、281.73% と集計された。21年 275.17% に比べ 6.56 ポイント増加した。データ確認が可能な26カ国で最も大きい増加率だった。2位は日本 5.53 ポイントでヨルダン、チェコ、スロバキアと続く。残り21カ国はいずれも債務縮小に成功している。また、民間債務の比率は26カ国中、2番目に高かった。1位はルクセンブルク 464.83%。GDP 規模が、同水準の国の中では、韓国が1位となるという。IMF によると、民間と公共部門を合わせた世界の負債規模は、235兆ドルで、1年前に比べ約2000億ウォン減少するにとどまった。対 GDP 比は 238% で、新型コロナで負債が急増した。20年 258% に比べ20ポイント下がったものの、コロナ前の19年 229% と比較すると、依然として高水準となっている。IMF は各国の債務縮小努力が足りない。政府は緊急措置を取るべきだと指摘している。韓国の民間債務についても、民間債務を段階的に減少させていくため、努力を継続していく必要があると助言している。この記事に、韓国のネットユーザーからは、うちの大統領は、これが、一体どういう意味なのか、理解できているだろうか。ユン・ソンニョルが大統領になって2年。笑えるほど借金まみれ。ムン・ジェイン政権の末期。IMF は大丈夫だと言ってたはず。無能な政府。あんたたちに何かできることはあるの？借金で借金を返す形を続けるわけにはいかない。不動産バブルが弾けてみんな貧しくなるべきだ。正常な状態に戻るにはそれしかない。100% 経済危機が到来する。など、政権批判と不安の声が多数寄せられている。翻訳、編集、終え。韓国の民間債務の増加幅は世界一位。まあ、ユン政権が無能なのは最初からそう述べているが、それを選んだのは韓国人だ。そりゃ、経済の大天才であるムン君と比べるのはかわいそうだ。しかし、無能すぎて擁護しようがないものな。しかも、それをムン君のせいとしか言わないからな。実際はムン君がやってきた行動は大体正しかったのにな。ニュースは以上よ。結局、ムン君の非凡憎しが、韓国人をやる気にさせて、輸出を伸ばしてたことに韓国人は気づかないわ。ノージャパンで、
国産化もうまくできていたら、もっと良かったのだろうけど。何より、ムン君は面白かったわ。ユン氏は、ユーモアセンスが全くないもの。といったところで、今回はおしまい。ご視聴ありがとうございます。次の動画を見てください。チャンネル登録もよろしくね。それでは次回。バイバイ。